教官の言う通り、俺は特別でも何でもなかった。ただ、特別な父親の息子だった。それだけだったんです。お前の母さんは、カルラはこう言っていた。特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は、偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって、見てくださいよ。こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。お前は父親が願ったように自らの命を燃やし、壁の外で燃え尽きるのだろう。私は何も何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。